期待を超えようというのはね、例えば物を買うとしますや、その物を買おうとするときに期待して買うんですよね。でこれ100とします、期待。実際買ってきたら自分の期待よりも100ちょっとやったら満足するんです。でこれがもし110とか実感力があれがね、期待より115やったらさ、感動するんですね。ああいいもんや言うて、でそれが物によるけど120とか130ならば感激するの。そうでしょ。で感激まで行くとね、誰かに紹介するんです、これいいもんよと。それが140とか50って、これありえないけども、今度感謝に変わるわけね。こんないいもんを紹介してくれましたと、かわいしていただいてと、ここまでいけば大したもんだけど、そこまでいかんから、僕はせめて期待実感イコールじゃなしに、少し超えたいわゆる感動ぐらいまでいこうよと。そのためにいろんな努力をするんですよと。どういうものを感動してもらえるか、どういうことが感動してもらえるか。うちなんかはそんなに大きくないけども、やっぱり専門商社でしょ。設備っていうのはないでしょ。強いて言えば人が設備なんですよ。だから社員が宝なんです。これをやはり大事にするいい意味でね。そして社員が本当に誇りで自信を持てる会社、山田に入社し働いてよかったなって思えるようなね、やっぱ会社作りというかね、そのために何をするかっていうことを、これは考えますと。だからよくみんな社員に言うのは、みんな何のために働いてますかと、ね、それは自分の幸せのために働いてるんでしょう、それでいいですよっていうね、いつも自分の幸せね、奥さん、子供、家族。そしたら自分のためですから、本気度が出ますよね。それが強いては部門のため、会社のためになってると、会社が利益が出る、そしたら報いることができるわけです。そして僕のモットーは有言実行。まず自分でこういうことをやります、ああいうことをやりたい、こういうふうにやりますというのを発表しないと、みんなの前で公言するんだから、必ずこれプレッシャーかかるんですよ。やっぱ堂々と発表すれば、いつかは必ずね、やろうという気持ちが出てくると思うんですよ。とりあえず言いなさい。だからみんなだいぶそのようになってきましたよね。